カレルチャペックカレルチャペックは、チェコの作家、劇作家、ジャーナリスト、演芸家。兄は、ナチスドイツの強制収容所で死んだ画家、作家のヨゼフチャペック。兄のヨゼフと大戦艦のチェコスロバキアで、最も人気のあった国民的作家。戯曲、ロボットにおいて、労働を意味するチェコ語、ロボタから、ロボットという言葉を作ったと言われるが、彼自身は、 兄ヨゼフが作った言葉だと主張している。代表作、RUR、三照魚戦争は SF の古典的傑作とされている。小説、戯曲の他にも、文筆活動は、童話、旅行記文明評論など多岐にわたっている。また趣味であった演芸においても自らの体験を交えた作品を発表している。小説、三照魚戦争と戯曲、母では、 アドルフ・ヒトラーとナチズムを通列に批判している。そのためにチャペックは、ゲシュタポ内では、チェコ第二の敵として危険視される。ゲシュタポは1939年3月15日、ドイツがプラハを占領した際に、いち早く彼を逮捕するために、チャペック邸に乗り込んでさえいるが、その前年に彼は死亡している。1890年、当時オーストリア・ハンガリー帝国領であった。 ボヘミアのマレー・スバト・ニョビツェという小さな町でチャペック家の三男として生まれた。家族は父と母と姉、そして兄・ヨゼフとの五人家族。父は町医者で、また当時地域の文化活動の中心を務めていた人物だった。1905年、ボヘミア東部の中心都市にあるギムナジウムに進学するが思想問題でやめなければならない事態に陥ったため、 結婚していた姉を、頼りモラビアの中心都市ブルノのチェコ語ギムナジウムへ、進学する。1909年、ギムナジウムを優等で卒業して、カレル大学へ進学し、哲学を専攻する。1910年、ベルリンのフリードリ・ヒビルヘルム大学へ留学する。1911年、ベルリンの大学を終了後に、兄・ヨゼフがいた、パリのソルボンヌ大学へ留学。 造形芸術家集団に参加する。ヨゼフと共に、義曲、盗賊を書く。1914年、第一次世界大戦が勃発する。チャペックは、尾骨の怪我により従軍することはなかった。1915年に帰国後、母校のカレル大学で博士号を得る。卒業後、しばらくは、家庭教師の仕事をしていたが生計が立たず、実家から仕送りを受ける。 1916年、チャペック兄弟として、正式にデビューする。この頃は、フランス史の翻訳に熱心に取り組む。同年、持病の脊椎の理由待ちにより兵役免除となる。1917年、独立前に唯一発行が許されていた、国民新聞に、論説文を書く仕事に就く。1920年、プラハのビノフラディ劇場の演劇人としても、 活動していたチャペックは RUR を書き上げる。この時にロボットという言葉が生まれた。後の妻オルガシャインプフルゴバーとこの時出会う。1921年、チェコスロバキア政府は共産主義運動を弾圧し、政府に合わせ次第に保守化していく。国民新聞に不安を感じ、民衆新聞にへ兄と共に移籍する。その後、 死ぬまで民衆新聞に在籍し続けた。義曲、虫の生活を出版する。1922年に、クラカチットを新聞の連載小説として執筆開始する。義曲、マクロプラス事件を書く。絶対古工場を出版する。この年、当時の大統領であるトマーシュ・マサリクと面識を持つ。1924年、クラカチットが出版される。 同年、国家賞を受賞する。イギリスペンクラブの招待により英国大、博覧会取材を兼ねて、イギリスへ、この年の秋頃から多方面から知識人を自宅に、招いて討論する、企業会を開くようになる。1925年、ペンクラブのプラハシブ設立準備員になる。翌月には会長に選ばれる。ヨゼフと、再び合作、議局。 創造者アダムを制作開始する。1926年、創造者アダムを完成する。金曜会に、マサリク大統領が、初めて参加する。この年の大晦日に行われたパーティーで行われた、余興により、マスコミに論争が起きたが、後に解決する。1929年、演芸家12ヶ月を、兄、ヨゼフのし絵で出版。兄弟は、 演芸家としても知られている。1933年、ダーシェンカ子犬の生活、ホルドゥバルを出版する。流れ星を執筆する。チェコスロバキアペンクラブ会長を辞任する。1936年、山椒魚戦争を出版する。20年に知り合ったオルガ・シャインプ・フルゴバーと結婚。ノルウェーの新聞雑誌に、ノーベル賞を彼にという提案が初めて出される。 カレルチャペックの墓1938年、ルイアラゴンの提唱のもと、フランスの11人の作家が、ノーベル賞を与えようと他の作家たちに呼びかけをするが、本人は辞退する。同じ頃、右翼系新聞が批判する。12月中旬、嵐で荒れた庭の手入れをしたことが原因で風邪を引き、一時、回復するものの19日に悪化し、12月25日の、 未明に肺炎により死去する。最後のコラムが民衆新聞に載る。小説、作曲家フォルティーンの生涯と作品の走行が密館で残る。現在、ビシェフラと墓地に埋葬されている。ロボットという言葉を生み出したことに少々苦い思いを抱いていたようで、歯車、光電池、その他諸々の怪しげな機械の部品を体内に詰め込んだブリキ人形を、 世界に送り出すつもりは作者にはなかったと述べている。1939年、ナチスドイツがプラハを占領する。3月、チャペックの死を知らないゲシタポが、チャペック帝を襲撃、踏み込んできた一堂に、オルガは、夫カレルが4ヶ月前に没したことを、皮肉を込めて伝えたという。日本での翻訳は、従来、限られた一部の作品についてのみであったが、 1990年の絶対古行場の翻訳以降、1990年代、2000年代には、石川達夫、飯島天音、田西才マスが、チャペックの未訳作品を多数、翻訳紹介を行った。この作品名から日本で、初の本格的な、チャペックの紹介となった、血の栄一、ポケットの中のチャペックが生まれた。ありがとうございます。